へーちゃん。大津砲火を吹くということでございまして、6月28日、この4名を解任しますと、いうことでございます。副投手丸山穂高、副投手斉藤健一郎、会計責任者立花隆、元カノの相原美香の4名を解任しますと、投手権限で解任しましたということでございます。弁護団との協議の上、いろいろと準備が整ったので、淡々と法的手続きを進めていくという状況にございます。はい、これに関して、立花隆パニックになる、投稿がラムちゃん区長になると、私たちの世代としてはまあおなじみのうるせえやつらのラムちゃんでございますが、立花隆、大津彩香本当にバカだな、役員4人追認したっちゃだ、ダーリンダメだっちゃになっちゃってる。私はまあまあこれはこのネタはツボっておりましてですね、役員4人追認したっちゃダーリン、まあしちゃったっていうことなんですけれども、もう帰りゃいいのに。多分散々いろんな人にいじられてるんですけど、立花隆このタイトルを変えないと、まあツイートはどうしようもないですけど、ここのしたっちゃは変えれるんじゃないかと思いますが、ラムちゃん区長になるぐらいメンブレしていると、そして、役員解任されましたから、会計責任者解任されましたから、立花隆と相原美香に、会計事務引き継ぎ命令が発出されております。ですので、政治資金規正法会計責任者事務の引き継ぎ第15条において引き継ぎしない者は、同法24条で3年以下の禁錮または50万円以上の罰金、刑事罰が、設けられておりますので、特に執行猶予中の高志大丈夫か、高志だっちゃ言うてる場合ちゃうでね。